ビデオも入りました。じゃあチャレンジ B メインスタートします。どんどんチャレンジしてください。わかりました。ストラップチャレンジ。さあ、トップは金谷選手、2番手の有山選手、3打席に手札選手を洗いました。さあ、試合を下げた2番手を R ちゃんが取ってきたことで、リスキーさんがまだ1回。ダブルアクセルぐらい回ったね。大丈夫です。残り2分30秒、トップは丸山選手になっています。2位は誰？2番手は平良選手。シルバーでフロントが白のホールですね。3番手、ケチア選手。そこが2番、3番になっています。で、シルバー前走るのはちょっと緊張になりつつある富樫選手。さあ、2番、3番がぶっ飛んできたぞ。これで GT5 回になっちゃいます。続いて AWD クラス。